イルマイナス6チャロムスキーアクマイナス 30B 航空用ディーゼルエンジンを装着したイルマイナス6イリューシンイルマイナス6は1942年中にイリューシンイルマイナス4をもとに開発されたソビエト連邦の長距離爆撃機である。もともとはイルマイナス4の代替となる高速爆撃機となることを目視していたが1942年12月に 試作処方機の製作の始まる前に燃料消費率の低いジャロムスキー約マイナス30ディーゼルエンジンを搭載した超長距離爆撃機に再設計された。飛行試験で高荷重状態での着陸時の操縦性の問題、低温時のエンジン始動不良とスロットルに対する反応の鈍さが判明した。1944年にそれ以降の開発は破棄された。外観上は イルマイナス4に似ていたが、イルマイナス6は、より高速で、長く細長い胴体と全く新規のアスペクト比8の、先細り形状の主翼を有していた。効力を低減するためにエンジンナセルは流線型となり、速度増加を図るためにラジエーターを主翼内部に搭載して、前縁の隙間から空気を取り込むようにしていた。防御兵装は、格段に改善され、 可動式の5門の 20mm 機関砲を機種、背面銃刀、胴体両側面、尾翼前方の胴体仮面の張り出しに搭載していた。イルマイナス6は、もともとはイルマイナス4の代替となる高速爆撃機となることを目していたが、1942年8月に初期設計が完了した段階で、ソ連空軍はこの機体に高速度の代わりに長い、航続距離を要求した。 そこで原設計の種別オフ M-71、生型エンジンが、チャロムスキー約 -30 ディーゼルエンジンに、換装された。このエンジンは、特に適正重量で運用する場合には、ビル -6 に要求された、航続距離を保証するものであった。再設計作業は1942年12月に、完了し、試作機の製作が開始された。 試作機の初飛行は1943年8月7日にイルクーツクで入手不能のアクマイナス 30BF の代わりに低出力のアクマイナス 30B エンジンを搭載した状態で行われた。試験飛行では取り扱いの難しさと予定したアクマイナス 30BF エンジンが入手不能なための出力不足が判明した。 悪マイナス 30BF が装着されるまで1944年5月から7月の期間は胴体側面の機関砲とその重視を搭載しない状態で試験飛行が続けられた。改良が加えられたにもかかわらず相変わらず低速度域での貧弱な操縦性、重量化とともに非常に劣悪な滑空性能は改善されていなかった。試験飛行におけるエンジン性能は 満足すべきものであったが、低温環境での指導が非常に困難であることと、スロットルの動きに対する反応が緩慢であることが分かった。さらなる開発は放棄された。ジョーメンズ、ゴードン、オークブイーラシン、エイヒストリー・オブ・ザ・デザイン・ビューローイッツ・エアクラフト。ありがとうございます。